また会ったな。力じゃあなたにかなわない。なら、その腕を利用するだけ。私はアレクサンドリア・モロー。まんざら知らない中でもないし、駅のある話をしよう。当然、正直に答えてもらう。まず、あなたが何者なのか聞かせてもらおうか。そう。よくわからないが、仲間はあまりいないようだな。それで、ロバート・フォーチューは今どこに？へえ、あれだけ痛めつけてやったのに、逃げも隠れもしなかったとはね。鈍感な男。だが好都合だ。今度、あなたに連れてきてもらおう。いい子だ。手を貸してくれたらご褒美をあげよう。あなたはさっき朝顔を集めていたな。あれは特別なもの。煎じて茶に混ぜロバートに飲ませるんだ。そうすればあなたの言うことを素直に聞くようになる。あとは連通院の近くに荒れた一角があるから、そこまで連れてくればいい。わかった。じゃ、任せたよ。今日はどんな用だい？それはありがたい。しかし、ごちそうになっていいのかね。ただでさえ君には世話になりっぱなしだというのに。とはいえ、せっかくのお茶の誘いを断るのも気が引ける。どうしたものかな。ならお言葉に甘えよう。お茶というのは本当に良いものだ。日本人でもイギリス人でも国境を問わず楽しめる。酒も決して悪いものじゃないが、飲みすぎて体を壊してしまうものも多いだろう。にしても不思議な味わいのお茶だね。出かけるのかい？たまにはどうでもいい。さあ、素敵な花畑でも見つけに行こう。せっかく日本に来たのに、倒幕派のせいでなかなか出かけられなかったんだ。フォーチュン殿だ。急ぎ保護するぞ。強い人が一緒にいてくれたら安心だ。いい気分だ。さっきのお茶のおかげかな。どんな茶葉を使ったんだ？おとなしく彼をこちらへ引き渡せ。助かったよ。花びらがこんなにも。花畑はもうすぐだ。報告通りというわけか。あの女と接触したのを聞いているぞ。うわぁ、花だ。人の形をした花の化け物だ。助けてHeh!
たのか知らんが、すぐにロバートを返したまえ。お手柄だった。あなたとはこの先良い付き合いができそうだ。それはこれからのお楽しみ。またね。